はい、おはこんばんちは春川流でございます。信長の野望波動、今回は調達を簡単に800以上にする方法ということでやってまいりたいと思います。新しく、舞台のパラメーターで調達というのが加わりました。まあ、その調達のね、数値によって領土 B、領土 A、領土 C 行った時にどのくらいたくさん資源持って帰ってきてくれるかっていうのがね、変わってくるようになります。で、 A とか行くと調達のね、数値が800以上ないと時間が倍かかっちゃいますよとかいう仕様になってますんで、なんとかね、 A の領土で時間が倍にならないように調達を800以上にするのがね、好ましいと。ただその上げ方がね、結構特殊です。まあね、そこをね、今回皆様にご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、じゃあまずですね、調達、ここはどういったパラメーターが反映されて数字が叩き出されているかと申しますと、こちらヘルプにあるんですが、調達、主に武将の将制、政治から決定されます。領土への調達時、報酬量や調達時間へ影響しますとあります。つまり、星が重なってる武将を舞台にたくさん入れる。あと、政治が高い武将を入れる。そうすると、調達の数字が上がってくるという感じになっております。調達の数字、どういったからくりで上がっているかというと、まあちょっとね、簡単に検証からしていきましょうか。まあ、舞台は足軽にいたしまして、でちょっとこちら、剣心使ってみましょうか。三井剣心、今レベル37で、まあ、政治が282と、小生ランクは星3になっております。で、槍と牙が両方とも S です。で、これ牙の時と足軽の時、まあ、平価適正で S で一緒なんで、それでもこの調達の数字変わるようなら、やっぱり兵力関係あるよと。はい。調達の数字変わらないですね。ということは兵力の数値関係ないですね。これ兵価適正ですね。兵価適正のこのパーセンテージがここの調達の数字に関わってくる。というかこれパラメータ全体に関わってくるって感じですね。足軽だろうが、騎馬だろうが、弓だろうが、鉄砲だろうが、兵力の差は関係ない。兵価適正のここのパーセンテージが関係あるよというふうに覚えておきます。でですよ。で、こっからが本題になるんですけど、じゃあこの調達の数字どうやって上げていこうかなというところなんですけども、まず試したいのは、政治の高いね、武将を叩き込めばいいのかな、どうかな、というところを確認していきましょうか。例えばですね。まあ、ちょっと政治順にこう並べてるんですけど、今のところね、政治が一番高いの、北条氏康なんですよね。ちょっと入れてみましょうか。はい。379です。一人だけ入れてね。足軽 S で。で、政治が491ありますよと。はい。まあ、皆気づきました？ステージ491で、調達379なんですよ。これ。はい、こちら。酒井忠嗣ですね。政治325。あれ？上杉謙、さっきのね、北条氏康より政治低いと。その代わり、小生がフルマックスです。で、見たときに、調達599まで行くんですよ。なので、これ、調達の数字に関わってくる大きな要素は、星の重なりです。小生ランクです。なので、政治が低くてもいいので、星の重なった武将を舞台に入れましょう、という感じでございます。なので、僕のこの信長舞台あるんですよ。信長、星3かな？星2だった。星2。で、松が、星が5なんですよね。で、政治が481。で、信長が471と。まあ、10ぐらい、松の方が高いんですけども。まあ、この状態で、調達701なんですよね。これをですね、信長のところに松を入れますと、ぶん、839と。そうなんですよ。簡単にいくんですよ。なので、星のなるべく重なってる武将を大将に置く。これが第一。で、星の重なってる武将の中で、政治の高いのを優先しておくと。そうすれば、調達800台、簡単に行きます。まあ、例えばですね、ちょっと星重ねて、レア度の低い武将たちを、で、組んでみますと、小生ランク順に並べると。佐竹義信、大田助政、と、できれば、まあ、キラでいいかな。キラー、アラトラタネ、総合君、あと誰だ、あ
とは、まあちょっとこの辺にもかな。岡部元信。はい。こんな感じで、はっきり言って原虎種とか、もう政治ゲロ引くです。86しかない。あの、吉信は高いかな、398。うん。よし、スケマさんも低い、239ぐらい。なんで、政治が低くてもいいんで、とりあえず、星重なってるのを叩き込みましょう。そうするだけで、到達899までいきます。もう簡単ですね。なんで、今、僕が他にもね、まあ、組んでるんですけど、ちょっとバラバラになっちゃった。はい。ということなんで、まあ、僕のこれ、今、普通の戦闘部隊なんですけども、まあ、これだとね、普通に調達579、信長で701、本田忠勝で492、北条氏康で600と。で、みんな大将がね、星が1、2、3ぐらいまでなんですよね。まあ、これの中で、この状態ですとね、なかなか800以下がないんですけど、さっきみたいにね、全部、特別に調達部隊作ってもいいんですけど、めんどくさいんで、この部隊の中で、星が重なってる部署、この中、この補助シェアさすと、小早川、高影が、星重なってるんで、こうやってひっくり返せば、まあ、100ぐらいは上がります。ちょっとね、兵科適正が A なんで、ちょっと800まで乗らないんで、ちょっとこの部隊は、簡単にはいかないんですけど、本田忠勝とかだったら、これは簡単。これは、酒井忠次を、大将、ここ入れ替えるだけで、あ、789しかいかねえか。そしたら、こうかな。はい。ですね。星の重なってる佐竹義信を、副将にこうやって上げて持ってくれば、調達843いきますね。はい。で、信長部隊も、さっきも言った通り、松。松の方が星重なってるんで、松を大将持ってくれば839までいくと。まあ、こうやってね、各部隊の中で星の重なってる部署を大将に持ってくる。それでも足りなかったら、副将に星の重なってる部署を置けば、調達800ぐらいだったらなんとかいくという感じでございますと。はい。それでは以上でございます。いかがでしたでしょうか？調達800以上。簡単ですよね。からくりが分かれば。もう政治の数字。もうほぼ関係ないです。ほぼ関係ない。星が重なってる部署を置きましょうと。で、星の重なってる部署を置いていく中で、まあ、政治が高い方を大将とか副将に置いてあげればいいですよっていうだけのお話でございました。からくりが分かればね、そんな難しいことじゃなかったです。うん。あとはね、兵科適正のパーセンテージもね、部隊のパラメーター直接関係ありますんで、まあ、できれば兵科適正 S の部署を大将に置くことをお勧めしますと。で、鉄砲だろうが槍だろうが馬だろうが弓だろうが、兵力は関係ないので、兵科適正だけ考えて、舞台組めば OK ということでございました。はい。で、あとですね、今のこの現状に一石を投じたですね、動画を上げさせていただきまして、その時ね、ぜひ何かあったらぜひコメントくださいというふうに申し上げたんですが、たくさんのコメントいただきました。本当にありがとうございます。見ててね、面白かったです。楽しかった。まあ、今度ね、そのね、コメントの内容をこの動画の中でね、抜粋してちょっとお届けできればなと思いました。面白かったんで、うん。なので、今度はまたコメント返しの動画も作りますと。あとはね、ちょっとこれまだ考えてる段階で、ちょっとできるかどうかもわかんないですけど、信長の野望波動のこのゲームで、こんなイベントを作ってみたらいいんじゃないかって話してましたんで、僕前回。もう試しにちょっとイベント作ってやろうかなと思って、それを動画にしてやろうかなと。ちょっといろいろ考えてやってるんですけど、ちょっとできるかもしれないが、できるかどうかね、わかんないですけども、ちょっと試しに、やってみようかなと思ってますんで、ちょっとね、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、それでは今回の動画が少しでもためになったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。